い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、ウォルスの塔からやっていきます。ただ登っていくだけだな。3階、ワイバーンとかこいつらエアロ効きそう。青魔導士すっげえマジックパワーがいっぱいあるわけじゃないの。かっこいい。なんか85大して強くねえんだけど、なんかマジックパワーの無駄だな。ミスリルソード装備してるし殴っていいんじゃないか。魔力がそもそも高いのかどうかすらわからん。なんか赤魔導士的に若干器用貧乏感があるな。あ、倒れてる。ガレラが上に。頼む、クリスタルを守ってくれ。これさ、左のツタから登れるよね。またこのパターンか。ちょっと一回ファリス殴ってみよう。どれだけ当たるか。96とか普通に強いんだけど。てかそもそもさ、このパスドールがさ風に弱いかどうかっていうのが分かんないよね。今シールド何装備してたっけ。結構回避率いいな。 20% か。5回に1回はガードできる。盾マジでいいよね。シルクのロード、お、いいじゃんいいじゃん。木綿からシルク。魔力が上がるってわけではないのか。やっぱ魔力上がってほしいよな。で、まあ別に大した消耗してないからいいや。ウォルスの塔めちゃくちゃ簡単だな。アイスソルジャーが出ている。お前から奪ったミスリルソード、クリティカル。ストップ。めんどくせえもん使ってくるな、こいつ。ロッドはさ、魔力依存かな。それなりにダメージ通るよね。ロングソードとか回復はしておこう。杖がマジ殴り系だからな、全然通らない。エルフトード、こいつは結構強いんだよ。てか早い、先手を取られている。1体倒すのに3人かかる。てかまあゲッツェバッツ強いんだけど、ナイトの本領発揮してきたな。まあ、ミスリルソード装備してるからね。8階、これさ、こうやって登っていかなきゃいけないの、この塔。何これ、どうやって行くんだ。行けなくね、普通に。騙された。どっちだ。左の宝箱から回収していこう。右がなんか進む道じゃなかったっけ。だよね。で、銀の腕はこれは誰だ。アクセサリーか。なんか重さが上がるけど、まあいいや。いや、ちょっと待って。だったらさ、ガラフとかでよくないか。重さが上がるってことは、なんか素手の攻撃力が弱くなるとか、そういうシステムがあったかどうかがわからない。アイスソルジャーに、ミスり上がったか。まあ、一応ちょっと、攻撃力見よう。92。変わんねえや。いや、ナイトの硬さはいいな。青魔導士あと63って結構必要だな。青魔法か。次エーテル、ようやく1個目だ。クリスタルルーム。ヒットポイント的にはちょっと1回キャル全員にかけよう。これでいいや。操られている。クリスタルを割らせるわけにはいかない。弱い、マジで弱すぎだろこの戦士。ガルダ72番。
カウンター怒りのカウンター、青魔法エアロ効くかな。でプロテスはちょっと一回かけとこう。こいつも肉弾戦っぽいからな。180だ。ちょっと待って、今エアロいくつ当たったか全然見てねえんだけど。こいつカウンター持ってる、なんかすっげえ攻撃してくんだけど。いや早いのか、ちょっとレナのあれがまずいな。ケアル一回かけよう。ちょっともう一回エアロで戦う。せっかく覚えたエアロ85、別に普通。これは殴りか、それともカウンターか。普通に殴りだった。突進、突進をさ、よく盾で抑えられるような。ダメージ通ってもおかしくないんじゃないか。聞か、カウンターがすげえな、めちゃくちゃカウンターされる。5点になってんな、かなり。プロテスをかけられない。殴りには殴り、倒した。なかなか激しい猛攻だった。5ハイポーション、クリスタルが結局割れてたじゃん。ガルラ何もしてないよね別に。装置を止めなければ砕け散ってしまう。間に合わなかった。ガラフ様、クリスタルを守れなかった、すいません。わしは一体誰なんだ。てかなんでこんな弱い戦士を送り込んできたの。ガルラの突進一発で死んだよね。クリスタルの意志は都合。俺たちに力を貸してくれる。破片回収、バーサーカー、時魔導士。時魔法はでも覚えておいて損はないかな。赤魔導士は微妙なんだよね。連続魔を覚えるまでは。召喚士、魔剣士、魔法剣士か、あれは取れない。左上のやつ、塔が沈んでいる。あれ、ウォルス王どうなったの。開いた。あのクリスタルは取れません。すげえ、これはクリスタルの力を失ったからか。めっちゃ流されてる。シルドラ、すごい吸い込みだ。流されていく。吸い込め、口の中とか。こんな浅瀬まで来れるんだ。土埋まってるよね、あのシルドラの体絶対。最後の力で私たちを助けてくれた。ありがとうございます。
ここの海はつながってんのか、だからあここが運河だもんね、そういえば。あ近いじゃん近いじゃん、なるほど。いやいやいや本当にありがとうございますシルドラさん。で王様結局どうなったの。まだシグアとか取れないよな。ジョブをどうするか。いねえ、あれウォルスの王死んだの。あガルラに襲われ自分の部屋で休んでいる。どこ、こっちにもあったか。王の部屋、この野郎、女二人はべらせやがって、超許せねえ。王の頼みを聞いてください。飛竜がいれば大空に戻れる、みんな心配している。お前たちの言ってやるってことは正しかった。カルナック急げ、機械を使ってクリスタルの力を増幅している。カルナックにも隕石が落ちた、手遅れにならないように。さよなら。てかどうやって行くのって話だよね今のところ。誰か何か教えてくれるか。教えてくれない。いや宝に行くのにさ、なんかすげえ敵がいるんだけど。体育に帰るか。じゃあちょっと寄り道をしていきましょう。どこ、あそこか。でジョブもせっかく手に入れたことだし、まあ何か使っていきたいけど、どうしましょうかね。まあ今のところまだ赤魔同士でいいか。でとはいえ、とはいえ何にもないから、ちょっと待ってね、もう少し何か覚えよう。時魔同士だな。時魔法、いや召喚士の召喚魔法覚えてからにするか。なんか悩むな。いや時魔法だな。魔術師系2人にするか。じゃあ時空で時空で、じゃあ召喚士にして、もうなんかめっちゃあれだけど、白魔法で回復でロットで、ファリスを赤魔同士にして、で隠し通路でミスリルソードを装備できるから、縦装備できねえんだ。前線に上げとこう。でガラサガラファ文句のまま、バッツはないってまま、また魔法剣士にしたいよね。バーサーカーでもいいかな。両手持ちを覚えるまではちょっとナイトにしておこう。大群城どうぞ、気をつけて。何も言ってこない。レナレナレナ帰ってきたレナなんかそれしか言わない。あ大臣戻ってんじゃん。レナ姫ごめんなさい、魔物との戦いで兵士も残っていない。行かなくてはいけない。この国だけではない、全てのことが、世界が危ないんだ。お父様は生きている。大臣お前が何とかしろ。騎士団長みたいな人はいないのかな。騎士の指揮を取ってんのは兵士じゃなくて大臣。自分の部屋で寝ている。ファリス姉さんでしょ。ペンダント、これ生まれるたびにペンダント作るのかな。確かに何やってたの、超謎。何もない。城結構広いからな。なかないか。じじい邪魔だ。大臣はさっきレナ様に渡すものがあると言って外へ出かけていった。
キリュウは生きていた。キリュウなんで傷ついたの、そもそも超謎。漁れるところは漁ろう。この城のものは全部レナのものだ。持っていくことになんの不満がある。エーテル、コテージ、サリサ、お姉様。あ、嵐にあって海に落ちちゃったんだね。エリクサーがある。いや、それくらいの権利はある。ここは俺の城だ。ここでエリクサーを溜め込んでいても、でもモンスターとか襲撃してくるのかね、城に。モンスターと戦ってるって言ってたけど。で、左ちょっと行ってみよう。おお、みんなお持ちくださいって。なんでお前が言うんだ。持ってくに決まってんだろ。これ隠し通路か。ゲッ、お前なんでここにいんの。癒しの杖、癒しの杖とかさ、手裏剣、アシュラ、ギアマンの鐘。なんでこんなとこにあんの。誰も装備できないんだけど。てか癒しの杖を装備する人はいない。白魔道士じゃないから。手裏剣とかがあるってことはさ、なんかジョブ、この兵士たちのジョブどうなってんだろう。私は見張り。意味ねえとこ見張ってんな。じゃあこの城はこんなものか。でどうすんのって言われたら、とりあえず隕石調査しよう。落ちた隕石、そこしか行くところがない。ウォルスの隕石開いてるし。いつの間に開いたの。でなんか知んないけど入る。バッツワップした。あと勇気あるな、得体の知れないところに飛び込むなんて。見覚えが。兵士もわしのことを知っていた。わしは一体何者なんだ。二つ砕け散っている。みんな同じタイミングで来たし。シーフのダッシュがなくてもさ、これだけ速いとマジ楽だわ。4倍速はなくても正直不便じゃないからね。でもダッシュはあった方がいい。2倍ダッシュはワイルドナック抗体、召喚、チョコボ、シルク、レモン、一体一体一体来い。デブチョコボ来ない。120強くはないよね。白クロマ、ファイヤー、ハテナハテナハテナクロマ。あ、ラーニングにしとけばいいんだ。あれ、ラーニングそもそも覚えたっけ。チョコボキック、表情してみ、やべえ、めちゃ食らうな。で、白魔法、はい。そろそろケアルラが欲しいけど、ちょっと待ってね。だからアビリティで隠し通路じゃなくてラーニングにしとけばいいんだ。まあ、ラーニングはね、覚えるときだけつけとけばいいけど。ワイルドナック交代、ファイヤーで蹴りにしとこう。敵がいっぱいいるから。いいね、効率的だ。で、町があります。カルナック、あっち。古代図書館の人がクリスタルの地下を使うなと言ってきた。あんまりしつこいんで。女王か。壁を作って古代図書館との行き来を封じた。カルナックの町、クリスタルのおかげで簡単に武器や防具が作れる。すっごく安いぜ。なんかあったよね。ちょっと一回中断しよう。1回だけ買えるんだよね、安く。
って氷のロッド、いくつ欲しいんだい。1個しか買えねえ。まあいいや。お前らそのまま動くな。高いの買っとけばよかったな。こいつらだ、魔物の仲間。隕石から出てきたところを見た。氷のロッドは使うからね、普通に。壁を破壊した。参った。とっておきの爆薬を使ったってかさ、爆薬持ってたの回収されなかったのか。みんなこの世界警備がザルだな。しかもさ、こんな状況で笑い事じゃないだろう。シド、クリスタルの力を増幅する機械を作った。ごめんなさい、わしのせい。五大図書館で見つけた本によると、はるか昔クリスタルは今とは比べ物にならないくらい強い力を持っていた。タイクーン・ウォルス・カルナック、クリスタルを研究しその力を増幅する機械を作り出した。間違いだった、みんなわしのせいじゃ。なんでこんなところに。タイクーン・ウォルスのクリスタルは間に合わなかった。てかウォルスのクリスタルが間に合わなかったのがさ、なんでもう伝わってんのだ。マジでこの世界の情報もどうなってんだ。クリスタルのかけらに。大変だ、シド博士。なんでこっち開けんの。シドが囚われてたのってもともと左の牢屋だろ。クリスタルにひびが入った。機械を止めた。クリスタルの力を増幅する。火力線、火力線がクリスタルの力を吸い取っている。この者に手伝ってもらう。ウェアウルフの仲間。ダメならわしも手伝わん。わかりました、手伝ってくれるか。火力船に行く、危険なところ。とりあえずハテナハテナハテナは覚えたいからな。それだけ覚えて開けられるし。マジでどうなってんだ。カルナック3回、火が邪魔をしてクリスタルに近づけん。クリスタルにひびが入るまで機械を止めた。クリスタルは城の地下にある。火のクリスタルでエンジンを動かす、まあ、火力で走るってことだね、火力戦だから。あれ、これ地下に行ってる。地下1階、あ、上に登ってってるよね。噂ではって。兵士がぶっ倒れている。黒い影が。隊長、あ、隊長なんだ。カルナック1階。女王の間。いない。火力船でシド博士が待っている。ジョーはどこへ行った。あ、ここは取れねえじゃん。今は何にも取れないっけ。ウェアルフ、城には入らせへん。シド博士の爆薬で払った。魔物は一歩も立ち入らせません。で、装備を見よう。値上がりした。店では値上げをしましたよ。しょうがない。フレイル、ミスリルハンマー、たっけ。ミスリルソードはパクったからいいでしょう。ナイフを使ってもな。攻撃力16。え、これって魔力とか上がんないの。ちょっと見るだけ見よう。氷のロッド上がんねえ。じゃあ普通のロッドの方がよくねえか。
使い捨て用だな。フレイルって誰が装備できるんだっけ。3本くらい買っておこう、氷のロトは。で、ミスリルシールド、ミスリルヘルムある。羽付き帽子が1。たっけちょっと金稼いで。まあ、多少稼ぎをしますか。ああ、魔法も欲しいんだよな。ファイラー、プリザラ、サンダル、全部欲しい。ケアルラ、レイズ欲しい。コンフュ、まあ、魔法は使わなくても全部揃えていこう。グラビデストップ、了解です。金稼ぎをします。で、本当ファイラーが欲しかったんだけど、先に買っとけばよかったな。で、ここの森で、森だとこのワイルドマックしか出ないはずなんで、チョコキックはうざいから。5体いればそれなりの金になるでしょう。で、蹴りの、これでだって600円でしょ、結構な金だな。よし、ここで金稼ぎをします。よし、バッツ両手持ち覚えたんで、ちょっと変えますか。魔法剣士にしたいよね。なんかバーサーカーでもいい気がするけど、火力を高めるために。まあとりあえず魔法剣士にしよう。で、両手持ち、よし、オッケー。で、ガラフ、まあいいや、これで。で、ファイラ買って、ブリザラ買って、サンダラ買って、ポイズン買って、魔法トライをまずは。グラビデストップ、で、ケアルラ、レイズ、コンフュ、ライフラも一応買っとこう。よし、で、あとは装備を買う、金を整える。で、ファイラーにすれば一発、よし、これでいこう。蹴りか、ファイラー、これで倒せるからな。じゃあ、ミスリルシールドの羽付き帽子はこれ3つ、アーマー、胸当て2つ、シルクは持ってる、ミスリルの固定、銀、いや、マジもう金ね、ちょうど金なくなったわ。すげえ金使うな。あんまり捨てたくないんだよね。よし、 OK。 じゃあこれで火力戦に次回向かおうと思うんだけど、ウォルス、これいけるんじゃない、チカとシブは。あ、待って、寝ないともうマジックパーがないけど。というわけで、とりあえず装備が揃ったので、次回は火力戦をやっていきたいんですけど、その前にウォルスに戻って、ちょっと地下の攻略とシブアを倒してから行きたいと思います。ラケーが手に入ったんで、多分大丈夫だと思う。というわけで、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。